頑張れ、ほら。なんだよ、お前たち、ほら。頑張れよ。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。おっぴやります。元気がない。はい、おはようございます。37で割って185なんだから、埼玉県秩父の山のホテルを借り切って開かれた学習塾の夏の合宿特訓。はい、それでは今日はいよいよ図形に入りますよ。6時に起床、まず朝食を前に2時間の授業です。はい、わかる人。はい、わかる人。元気がないぞお前たち。5泊6日で合わせて60時間の集中授業、費用はおよそ5万円です。はい、じゃあこれからミッドナイトレッスンを始めます。お願いします。はい、それじゃあね、ミッドナイトレッスンっていうのはね、先生と君たちとの体の方での限界へ挑戦する、いわゆる、どっちが倒れるかね、そこまでやるわけだよ。で、ぶったるんでるような人は後ろに竹刀がちゃんと置いてありますから、パシンと飛ぶよ。分かったね。はい、それじゃあ始めましょうね。はい、これ7では、そうすると上に塾の授業、親たちには厳しければ厳しいほど評判がいいということです。84、はい、これ足すと133になるでしょ。なるね。はい、よし。受験を目前に控え、秋ともなると休日ごとに模擬テストが開かれます。大きなテストには1箇所で1万人近くが参加し、偏差値を競います。僕はね、大人になってからね、いい職に就きたいしね、だからいい中学入っとけばね、そういうのが多いからいい中学入れた。大きくなって大人になって出世するのに楽じゃないかと思う。僕の場合、やっぱりみんなからちょっといいなって言われてるのにさ、あんまりいい高校、いい中学行かないと、あ、なんだ、あんな、あれあんまり良くないんだななんて思われるとちょっと嫌だから。いいとこ入ってればね、やっぱり会社とか勤めるときにも楽だからって言って、お父さんとお母さんが言う。文部省の教育課程審議会はこのほど、ゆとりのある教育を目指して教育課程の改善を答申しました。子どもの能力はテストによる偏差値では測れない。能力は多様であり、それぞれが尊重されなければならない。答申を受けた日の永井文部大臣の言葉です。